はい、こんにちは、こんばんは、かつひろです。今日はウィンターボードのテーマの紹介です。シリアを開いてもらって、こちらのムスセブンという、テーマになっています。で、見た感じがこんな感じですね。こちらにシリア、i ファイル、ウィンターボードがあって、下の方に電話とメール、サファリ、スピードテストって感じですね。で、あとはこちらにモバイルターミナルと、ベータフォント2と、スプリングとマインデがあります。で、設定を開いてもらって、設定の中も、まあ、純正の機能とか、アイコンはこういう感じで変わっていますね。で、まあ、インストール、してあるテーマなんですけど、まあ、ゼッペリンのやつと、まあ、ドックと、こちらがメインのテーマで、で、ウィンターボードを開いてもらって、僕が適用させているのは、こちらのドックのやつと、ステータスバーと、まあ、この辺と、あとアイコンのやつと、ブートロゴのところにチェックが入ってます。それでこんな感じに適用させてます。今日はウィンターボードのテーマのムスセブンの紹介でした。ではまたねー。